はい、こんにちは、トラスト企画の寺田です。今日の買取車両はスカイライン GTR になります。早速見ていきましょう。内装ですけど、ニスモのボンネット、ニスモのガンパーダクト、インタークーラーもすごい太いバンパーからはみ出ちゃうぐらいのチープですね。ブレーキはブレンボ、ホイールは BBS18 インチ、サイドステップもニスモのサイドステップ、ギアもゴールドブレンボですね。ミラーはカナドールのエアロミラーになります。ギアバンパー周りはノーマルですね。本物のニスモのチビスポイラーがついています。比較的歪みがなくて程度がいいですね。マフラーはニスモのベルディナの ME1 ですね。はい、内装を見ていきましょう。内装ですが、運転席のシートは 34GTR の高機能純正シートになりますね。ナビシート、助手席側も同じように、高機能シートになります。ロールバーが入ってまして、ニスモの 320km、メーターもいっぱいついてますね。エフィのメーターですね。あと細々したものがついている感じですね。状態はなんか比較的いい感じになりますね。エンジン見てみましょう。はい、エンジン見てみましょうか。赤いエンジンが乗ってますね。これはニスモの S1 のエンジンですかね。ちょっと化粧塗装が剥がれちゃってて年代を感じますね。ニスモのターバーですかね。あれ、ニスモのターバーですかね。これちょっと違う感じ、違いますね。はい、ニスモのターバーじゃないです。車外のターバーがついてますね。ARC のクーリングフートっていうんですかね、ついてます。ちょっとエンジンかけてみましょうか。かけてみました。状態は比較的いいですね。フレームも少なくて古いエンジンなんですけど、さすがニスモさんのエンジンで精度は良さそうですね。見た目はちょっと悪いんですけど、まあ、きっちり回りそうなエンジンですね。いい感じです。